え、もう練習の時間？よし、そしたら今日も頑張ろうか。今回は基本のドリブルパート4、アウトタッチのドリブルを行います。アウトサイドタッチはドリブル突破での仕掛けや、ドリブルで仕掛けた後の切り返しやターンなど、さまざまな場面で使います。アウトアウトは左右の足の外側の面を使ってコーンをかわしましょう。アウトサイドのポイントは3つです。1つはこの方向転換切り返しの時のこの軸足の膝を柔らかく使ってうまくボディコントロール、体を重心をコントロールしましょう。2つ目はこの膝下、ボールをタッチする方の膝をしならせることで相手を剥がすようなイメージで行いましょう。で、3つ目はこのボールタッチ、このしならせて剥がした後のボールタッチを早くスムーズに行いましょう。皆さんどうでしたか？うまくできましたか？うまくいかなかった？でも落ち込まなくても大丈夫。また明日頑張ったらええやん。